カヤプリのカヤムラミツリアでございます。本日は、あとでちょっと、まあ、ズームのちょっと、あれ、勉強会みたいに参加してから、ちょっと今日、入間市のね、ちょっとカフェ、古民家カフェみたいなところへ行って、ちょっと、まあ、フリマみたいにやってるんでね、毎月恒例の、ちょっとそちらの方へちょっと行ってみたいと思います。まあ、狭山市から、すぐなんで、そんなにうちから10分、15分ぐらいかなと思います。まあ、そこのね、オーナーの娘さんも、ミュージシャンやられてて、地元では結構、まあ、イルマの歌姫って言われてるみたいなんですけどね。ちょっとその人のところへ行っていきたいと思います。はい。一応ちょっとそういう感じで。まあ、フリマでもね、なんかいろいろ掘り出し物とか見つかるんで、ちょっとそちらを見ていきたいと思います。はい。まあ、他にもね、まあ、ちょっとした飲食だったり売られたりするので、ちょっと楽しんでいきたいと思います。ちょっと天気が心配なんですけど、今日も元気にさやまろう。スーパーさやま人さやプリ、さやま茶でいつもハッピー。第二のふるさとさ